おう、久しぶり。元気か？うん？いや、別に何も。いや、なんか急に声が聞きたくなって。あ、ごめん。なんかよく分かんなくて。何がどうなってんのかさっぱり分かんなくて。うん、ごめん。大丈夫。悪かった。なんでもないから。ずいぶん弱ってるじゃない。うん、まあね。同情引いてまた付き合うとか言わないでよ。相変わらずだなお酒飲もっか。奥さんに乾杯。そうだな。奥さんもやるじゃん。よく考えたら俺、代わりのこと何にも知らなかったんだなって今さら気づいたよ。あなたはいつだってそう、何にも知らないのよ。奥さんきっと何も言わなかったでしょうから、あなたが一番のんきなのよ。私あなたの子供妊娠してたの。